皆さんこんにちは。学長の袖中でございます。また私ども受験予備校の重要な役割の一つが、受験競争に立ち向かう受験生に役立つ受験情報の提供であると考えていますので、まあ、毎年いろんな、テーマが毎年、その担当の先生によってテーマが決められて、それぞれの先生による、このような課題が行われるということになります。自分で考えられる力をみんな持ってるから、つまり大学へ入ってから伸びしろがあるかということ、だからそういうことを見ることによって測ろうということで、ちょっと変わった問題が出る傾向がちょっと京都経済の場合にあるということです。だからその辺ちょっと理解しておいてください、ね、で最初は初めて見る素材だったし、すごく絶望したんですけど、アスクの基礎の対策でもちょいちょい水粘土ができて、木工とか、まあ、普段通り一体の何かテーマがあって発想するっていう課題があったので、そこからいつも通りやろうと思って対応することができました。京都アートスクールでも受験生全員が同じような作品を目指すような評価指導ではなくて、多様な表現ができるように指導をしています。高校1年生も2年生も受験生も明日からもう一回自分の頭の片隅にこの手張りっていうものを、置きながらまた制作に取り組んでいってほしいなと思います。